皆さんごきげんよう。今回はいろんなキャラを使ってスマブラやっていきましょう。最初に使うのはカービィ。相手はキングクルールだぜ。右がカービィで左がキングクルールですね。違うよ、逆だよ逆。えってもカービィの特徴といえばピンクで丸っこくて吸い込み持ってることでしょ。手なわけでカービィ使ってきます。何が手なわけなのかよくわからないんですが、いいダメージ溜まってきたし、そろそろ撃墜したいところ。ただ相手は重量級ならばここはこれに限る。魂の横スマッシュ。え待って、全然飛ばにゃんこの技。いやあなたが普段使ってるファイターが飛びすぎなだけなんよ。でもその後すぐ華麗な突き阻止で無事撃墜。よしよし流れ来てるし、このまま押していこうじゃない。まずは空下から相手を掴ん、相手を掴んでっと、そしたら空前で攻防して突き阻止。なんかまた空前入ったし、ジャンプも。待ってこれ、このまま撃墜。このキャラって名字に三島ってついてたりする？さすがに今のは操作してた私でも引いたわ。マジでカービィって可愛い見た目してるくせにヤバい性能してるよな。ロイ使ってる時も崖外吸い込みから 0% 撃墜とかよくされてたから、今度はこっちがやり返してやる番なんだよなぁ。ふぅ、これでこのカービィも崖外吸い込みなんてずるいことしなくなること間違いなしですね。いや霊夢さんが倒したのカービィじゃなくてキンクルです。てなわけで次の試合に行きますか。次に使うのはマリオ。相手はリトルマックだぜ。マックはとにかく手数が多いし、スマッシュの後隙をスマッシュで埋めるキャラなんで、しっかり動きを見て反撃していきたいところ。マリオもOSマの後隙をOSマで消す姿をよく見るが、私はあんな汚い技の使い方じゃなく、こういう感じでちゃんと使っていくから安心してよ。確かに今の撃墜の仕方は使い手っぽかったな。でしょでしょ。それはそうと、君がメインに添えているロイというキャラの撃墜の仕方について話があるんだが、はい、というわけで2ストックリードですね。ロイと同様綺麗な撃墜ばかりで大変爽快。レイ、はは、面白い冗談だ。冗談じゃないが、そんな冗談はさておき、動画でマリオ使うの初めてだが、実際どれくらい使えるんだ？あ、もちろんバッチリ使えるわよ。まず 9% の即死コンボにした B を活用した突き阻止、さらにはクーダを利用したファイアボールに壁切ってからのメテオ。意外なら完璧に使いこなせるわ。そう言うと思ったわ。マジでマリオは全く使えないんだよね。マリオ使いが私のプレイを見たら泡吹いて倒れちゃうかもしれないぐらい。一体どんなプレイしたらそうなるんだ。現にこの試合で一回もファイアボール使ってないし、ポンプを貯める素振りすらないしね。だがそんなもの使わなくたってマリオにはこれがある。見せてやるよ。これがロイ使いのメテオナックルじゃーい。ということで完璧に試合をコントロールして勝ち切れましたね。試合の方はともかくマリオは全くコントロールできてなかったように見えたけどな。というわけで次の試合に行きますか。次に使うのはガノンドロフ。相手はファルコだな。ガノンはロイの次に使いこなせてると思うし、ファルコなんてさっと倒してしまいましょう。使いこなせてるとは？あ、もしかしてあれか？ガノンをあえて下手に操作することによってアンにロイも下手だってことを伝えたい感じ。なわけねえだろ。ロイだとあの復帰阻止結構刺さるから、ガノンでもいけるかなって思っただけじゃない。そこまで言うなら見せてあげるわよ。私がガノンを使いこなせているところを、まずはこの崖展開でストックをイーブンに戻していく。これで互いにラストストックだな。そして新品になった相手に空下をぶち込む。あとはひるんだところに掴みからのメテオで終わりだー。皆さんこのキャラ最強かもしれません。いつもガノンのことボコボコにしてるとこばかり動画化してる奴が言うセリフじゃねえんだよな。それじゃ最後の試合に行きますか。最後に使うのはルキナ。相手はユウだぜ。ルキナ結構使ってるんだけど、なんか一生ビップに入れないんだよね。マベコンも全然飛ばないし、困ったもんだわ。ロイのマベが飛びすぎなだけなんだよ。そもそもルキナは手堅く立ち回って勝つファイターなんだから、ロイみたいにポンポン横スマやらマベ振ってたらそりゃ勝てるもんも勝てねえだろ。実際知らず知らずのうちにロイみたいな使い方しちゃってる時あるから気をつけなきゃ。ガノン使っててもちらほらロイの立ち回りだってコメントもらうことあるしね。いやルキナはともかくガノンでそれはさすがにダメじゃない。そんなこんなでルキナ使っていきます。カウンターが当たって復帰阻止展開だったが、普通に外して立場が逆転。とりあえずステージ戻りたいとこじゃ。何その崖の攻め方。グーエムで崖を固めてくるのは初めて見たな。けど冷静に着地隙にガーキャン掴みで突破。それにもう撃墜隊だし、さっさと倒してしまいたいわね。全然違うよ。え？ 65% もあるのに。 65% しかないからだよ。だいたいロイだとしても横スマぐらいしか撃墜できるわ。だねえだろ。いやいや崖際ならまででも十分撃墜できるわよ。任天堂さんどうしてこんな吹っ飛びにしちゃったんですか。そんな話してたらいつの間にかちゃんと撃墜隊。ここはOSまでも当ててかっこよく撃墜。ちょっとセービングで耐えるのやめてもらっていいですか。クソ、せっかくいい感じに当たったのに。これは意地でもOSまで撃墜したくなったわ。この着地に合わせて上、この着地に合わせて上スマー。いや倒せないんかい。じゃあもう横スマでいいや。というわけで1ストックリード。とりあえず無敵時間は崖に避難してやり過ごしてっと。そして無敵が切れたところに崖離し、空前で軽くダメージを入れておいて、さらに掴みから下投げからのニュートラル回避狙ったけど、さすがにしてこないか。ニュートラル回避してくれてたらサイド掴みやら横スマやら入ったんだけどな。結構浮いた時ニュートラル回避使うのが癖になってる人も多いから、様子見するのはおすすめですね。癖になってる人なら何回もそのタクが通ることもあるし。そしてこの人は浮いた時にジャンプしてきがちだな。まあ分かったところでこの試合じゃ特に活かせないんだけどね。ってやばい、シールド割れる。一旦ドルフィンで距離を空けてシールド回復を待った方が良さそう。とか言いつつ普通に突っ込んでない。何かを待つだけの時間なんて短い方がいいってとある痛みもあるし、短いどころかゼロだったと思うんですが、と相手が昇竜拳を暴発させたのですかさず横スマッシュで撃墜。2ストックの。びっくりした、ステレイされちゃうかと思ったわ。諦めたわけじゃなさそうだな。ならば最後まで全力で戦うまで。まずは崖外に出して、月に下強を当ててからの、すかさずメテをぶち込んで終わりだふぅ、メテオ最高。絶対ルキナでやることじゃねえだろ今の。というわけで今回の動画はここまで。この動画が面白いと思ったら高評価やコメントしてくれると嬉しいんだぜ。他にもこのキャラ使ってほしいなどありましたら教えてください。それでは。